あ、皆さんこんにちは、ロンベイです。オーガズム生活堪能してますか？これ恒例にですね、本当ごく少数にしてですね、やろうかと思っている企画なんですけど、そのオーガズム生態のね、ロンベイの実演会ですね、実践会で、赤坂の私の生徒であった中国の整体師ですね、非常に素晴らしいランちゃんという子がいたんですけど、その子の友達のお店をされてます。ですから安心してですね、お話できるのと、1時間みっちりですね、自分で実演できますんで、ぜひ来ていただきたいと思っております。で、今回もですね、行く前に2時間ぐらいのボンベとの時間があるんですけど、その時にね、毎回こう新しいサブジェクトをお話ししてるんですが、今回はね、女の人のエネルギー、いかに女の人がですね、男性にとって大事なのか、また逆もそうなんですけど、ともかく女の子から受けるエネルギーですね、これがいかに生活を豊かにして、楽しくできるかということをですね、生徒の話も含めて、お伝えしたいと思っております。それからまた新しいですね、YouTube じゃない、商材を買われて、何しろセミナーに来られて、できない方なんかのですね、疑問もですね、どしどし聞いてですね、その場で解決できるように、ガイドしますんで、ぜひですね、楽しみにして来ていただければと思っております。で、このセミナー、この実演会はですね、皆さん、自分でやってみて、どうしてもできないとか、何しろ合宿に来たり、コンテンツ変わってやってもできない方がですね、やはり来るたびにいろいろ気づきがあったりですね、実感を体感をしてますので、ぜひですね、いらしていただければと思います。今回ももう何回も来られてて、私の合宿にも来られて、活躍されている、有名な先生も来られますので、これは隠密ですが、でちなみにゴンベのですね、この実演会とか、合宿なんかはですね、全日本クラスの方が結構来てるんで、そういう方ともですね、いろんなつながりもできると思います。楽しみにしていらしてください。どうもありがとうございました。はい、ですね、今も申しましたように、ある有名な先生がいらっしゃるんですけど、今回ですね、その方はですね、もうゴンベのところに、合宿に何回も来られてますし、あといろんな連絡も個人的にさせていただいてますけども、そういう先生がなぜ来るかというとですね、もう本当この間なんかですね、素晴らしい合宿があってですね、女性の生徒がいて、女性の生徒にですね、いろいろこう戦術体験をみんなで分かち合ってやってたんですね。でもその先生はですね、女性触れるのに一切そこでは触らずにですね、他の生徒に順番を時間を上げたんですよ。なぜかというと、そこで自分が学びたいことが、やはり何回来てもやはり新しい日々のですね、気づきがあって、それに集中したかったのと、やはりもう自分はそこまで行ってるから、そのまだ行ってない生徒さんにアフターユーと呼んであげたというですね、譲りの心がですね、ものすごくやっぱりお持ちだったんですね。でその先生がまたいらっしゃるんですけど、やっぱりその先生もですね、本当に表になるし、すごいジェントルマンなんですけど、やはり何回もいらっしゃるっていうのは、やはりですね、よくおっしゃってるんですけど、ゴンベさんのところには、時間があればぜひ何回でも行きたいとおっしゃってるのは、要するに来るたびに新しい気づきがあって、それをもってして自分の生活とか自分のこう技とか自分の心とかいろんなものが豊かになっていくということをですね、おっしゃっていただいてるんですね。ですから僕の講座って大体2回ぐらい、合宿もですね、来るともういいかなと思う人がいるんですけど、そうじゃなくて、山口県の僕の生徒なんかも、これで一番弟子に近い男ですけど、何回も来るたびにですね、気づきがあるって言われてるんで、やはりですね、これは続ければ続けるほどですね、来れば来るほど新しい気づきが出ます。でそれが自分の生活とかパートナーとのとってはですね、リレーション、要するに関係もですね、ものすごい改善、ないしは、向上させますんで、ぜひですね、お時間がある方は何度も何度もいらしてください。で私も
先生とですねやっぱり会ってですね、来るたびに自分が違った自分が違った実力っていうのはついてきたのは体感してますんで、本当に私もその先生の弟子でもあるわけですから、一子相伝のですね流れがつきますので、ぜひですね、来るちゃんでなできる限り回を多くですねやらせていただければと思います。でその代わりそれ以上の効果結果を出す自信がありますので、ぜひですね、ゴンベイと少しの密に、お会いできるときいらしていただければと思っております。ありがとうございます。皆様とお会いするのを楽しみにしています。